いや、ちょっと待てよ。ちょっと、買い物しに行こう。油断なく行きたいな。今、ホイミ、嘘！今、おい、誰や、ホイミ使ったの？誰や！今、誰や、ホイミ使ったの？ミネヤがホイミ使った。ミネヤ！お前はもう、この、旅から、降りてもらう。何をしてんねん、お前は最後の最後に。一発で勝つってんのに。おい、ミネヤ。お前、全く罪の意識が見て取れない。自分が何をしたかすら分かってない。おい。もう何をしてんねん、お前。天空の武器、防具を武田さんが身につけることで新たなる道が開けるでしょう。多分気づいてないな。そっとしとこう。多分この子気づいてない。そういうところあるから。うん。クリュートもらしいで。クリュートも？クリュートも使ったの？マジで？なんなら武田も使った疑惑ある。おい、もうめんどくさいな、もう。何をしてんねん、ほんま。おとましい。ちょっと一回、ホイミ使ってるやつ全員集めてし、これし、あれやな。会議や。会議やな。おい、ホイミ使ってるやつ正直に言え。武田、クリュウとミネアや。これ三人や。おい、ちょっと集まれ。誰が使って一体。この容疑者。言うてみ一回。みんな自分じゃないって顔してる。みんな、お前みんな自分じゃない。俺じゃない。私じゃない。漫談で呪文優先して唱える条件分かれば誰が使った分かるんちゃうか。せやな。これ、なんか仕様であるんじゃん、でも。でもさ、ちょっと待って。これ、今。違うね。これ MP じゃ分からへんね。だって、戦った後やから。回復してからじゃなかったやろ、だって。全員 MP 減ってる状態やから。だからめんどくさいね。回復した状態やったらさ、誰が使ったのか一目瞭然やけど。誰やー。クリュートは戦闘中35だったのを覚えてる。多分。ほんまかよ。ほんまかよ。おい。これって MP 持ってる一人が回復させるわけじゃないんか。いや、どうやったっけ？でもそうやんな。普通に考えてわざわざさ、一人以外がホイミ使うわけないよな。その、武田、クリュウとミネアが全員ホイミ掛け合うなんて、しようとしておき、おかしくない？絶対誰か一人が優先して使うやろ。クリュウト臭いな。クリュウトかな？クリュウトは戦ってる時後半55やった。マジ？武田は MP 戦闘で使ったのに、なんか、おい、人狼みたいになってる。おい、今、画面の向こうで今審議してるからな、3人。ちょっと待っとけよ。ホイミの消費 MP3 で、クリュートの MP35 やったら、32は辻褄が合ってる。おい、クリュート、うわ、こいつ、クリュート MP 回復してる。隠蔽しようとしてる。おい！おい何してん？女神の指輪のお前！MP 回復したな！お前！お前やろ、グリフト！こっち向け！おい！お前も MP 回復して、お前！罪を隠蔽しようとしたな、お前！こいつ！あっさましい！何をしてんねん！目そらしてるな。クリフトやろ。絶対クリフトや。これはあかんぞ、お前。ミネアは確定な。ミネアがやってたのは見えた。もうミネアはやってたんや。ミネアはやっててんな。確実に。でもクリフトやろ。だって。クリフトやってるよ。どう考えても。
ミネアがやってたの見た。じゃ、クリュートミネアかな。俺もなんかな。武田どうなんやろ。いや、もう武田も、武田がクソやねん。じゃ、クリュートミネアはこれさ、確定やん、これでも。なあ。武田がどうなんやろ。わからん、さすがに見えてないよな。ルーラ使ってる。あ、そっか。ルーラ使ってるから減ってんのか。なるほどな。いや、まあでもこれはもう、しゃあ、もうじゃ、武田も裸や、もう。もうこれリーダー、勇者としてな。連帯責任や。お前も裸や。もう。脱げ！クリフト。クリフト浅ましかったな、今。まさか、祈りの指輪で回復するなんて。あの瞬間。ルーラー、ルーラー使いました。道具。トロネコちゃん。奇跡の剣を。トロネコに渡す。トロネコちゃん、いいよ、トロネコちゃん、使い。おう。トロネコちゃん、俺でもトロネコちゃんな。おう。ちょっと呪い装備してほしいね、俺。もう、トロネコちゃんはもうええねん。で、ドロドロ。270、えぐい。はよ、満タンせえ。お前は満タンすんねやろ。わかってんねんぞ、こっから。はい、はい。ワンタンをするんだな、お前は。んで。いつするこいつするぞ。こいつするぞ！ちょっと待てよ。ちょっと、買い物してた。してた。ちょっと待て！たら待て！おい、武田って文字なくなかったか、今。ちょっと待てよ。遅くしろ。0.5。誰や？クリュート無罪。え、嘘やん！クリュート無罪！マンダ、ミネア！ミネア！ミネア！みんな、おい、クリュートと武田冤罪やんけ、これ。なんやねん、俺、どんだけ苦労してあいつ倒したの思ってんねん、ボケ。そら、クリュートだって、隠蔽に走るって、そんな冤罪、疑われて、悲しいなぁ、これ。大犯罪やんけ、お前、みねや。しかよ。これは。いやー。何食わぬ顔で。恐ろしいね。こうやって冤罪は生まれんね。すごいな。だって一人しかやってないのに。結果この三人全員。やば。こういうことです、皆さん。冤罪。冤罪というのはね、こうしておきます。ミネアの絵の正式な判断。判決。あれやね。禁錮刑。ミネアは。執行猶予。なし。実刑。3年。罰金。100万以下の罰金。処します。執行猶予なしか。なしです。なしです。そんなもん、あんなありえへん。ありえません。